朝活、朝から買いに行った。おいしい。すっぴんなので、こうやって食べたら隠れてる。うん、うんうんうん、うん、おいしいです。見えない、浅い。今日は当ててね。いやー、競馬って当たりませんからね、そう簡単に。やったらわかるけどね。うん、もちろん当てるね、当てたい気持ちありますけど、昨日も記者のお二人が毎回馬券をね予想して買い目とかやってましたけど、見事に全部外れてました、ほとんど。うん、そう簡単にね当たるもんじゃないなとは思ったけど、うん、当たったらいいなっていう気持ちで、うん、買い目とかね、うん、確かにたまに当たるが嬉しい。まあそうね、その時の喜びみたいのあるね。今日は仕事できないけど頑張ってね。ありがとう、頑張って、ファイティン、お仕事頑張って。めっちゃ可愛いやんな。朝です。え、朝から重いのいけないと思う。うん、朝考える要素が多いのになかなか決められないですよね。そう、結構ね決めるのが難しいよね、絞るのが。迷ってしまう、わかる、意見聞くと迷うよね。結局一番は自分を信じて買った方がいいのかなってね。観光する時間あんまなさそうだしね。どうなんだろう、まあちょっとそんなにいけないんで。
単勝でいいとは思うよ、全然。うん。アサイーです。ね、551はさ、新幹線で食べちゃダメなんでしょ？後悔はしない。外れる前提。わかる。おいしい。でも、あの石川記者に陸老寺さんとか、なんか大阪の陸老寺さんのなんかリンアップルパイのケーキみたいアップルケーキみたいなやつとか、すごい全部いただいて、そう3つもなんか差し入れいただいて、そう嬉しい。そうなの、買おうと思ってたけど、でも嬉しい、もらいただいて持って帰ろうと思って。そうそう、あとたこ焼き食べたかったなと思ったので、たこ焼きは昨日食べれたので満足ですね。うん、前大阪来た時はなんか串カツとか食べたね、お好み焼きとかも食べて、うん、意外と大阪のご飯食べたことあるっちゃある？うん、アサイーボール食べて、色がねドロドロしてます。うん、人多いね。おはよう。でも新幹線食べたら551に香りがね強いから、うん、うん、MC 大変だけど頑張ってな、ありがとう。お持ち帰りだよね。うん、551でも食べたことあるんだよね、結構なんかお土産でいただいたりとか差し入れなんかいただいたりして、うん、外し続けて秋の G1 まで通過心配。うん、わかるよ、不安になるね。観光っぽいのはね、そう道頓堀、道頓堀のとこ通ったよ。
なんか北条屋みたいに人多かったんですけど。なんか北条屋みたいにっていうと一緒レベルみたいになるけど、いや北条屋の何倍も人多かったけど、なんか北条屋みたいになんか、なんかもう渋滞してた。うん。凱旋門賞、確かに。あ、そうなんだ。道頓堀こんな多かったっけって思ったけど。大阪天気いいね。うん、海外の方ばっかり。ホテルとかも海外の方ばっかり。すごい大変そうなの。うん。やや重くらいじゃないの今日は。ちょっとまだ確認してないんだけど。え、両ガマなのかな。天気悪いじゃなかったっけ。食べました。あ、京都の方は天気悪いのか。食べ終わりました。では15分経ったら終わっちゃうから、まだメイクしてないので、後でメイクします。え、ウィンズ開場しました。だって後でメイクをします。今何分だろう。おはよう。久々の競馬楽しかったよ。楽しかった、ありがとう。おはようございます。向かいます。ありがとう。来てくださる方お気をつけて。ノンメイクも可愛いです。すっぴん。あ、1920日、ありがとうございます。朝からありがとう。今日も頑張ってきます。13位、ポップコーンさん。12位、うめっちさん。11位、かくえさん。10位、おかゆさん。9位、ひろゆきさん。8位、のりさん。7位、しべちゃりさん。6位、のぐっちゃん。5位、ありまるちゃん。4位、双眼鏡さん。3位、フォクピグさん。2位、たったんさん。1位、だいちゃん。ちょっと明日からブースティーのディハイベントのディハとかがあって、ちょっと本当に覚えること頑張ってやんなきゃいけないから、帰ったらちょっともうやること尽くしですが、今日はとにかくウィンズ梅田でイベントをね、無事楽しく終えられるように頑張っていきたいと思います。行ってきます。じゃあね、行ってくるね。バイバイ。行ってきます。